おはようございます。稲賀野さんです。今回はみんなの銀行タコより優遇便利なサービスについてお話したいと思います。よろしくお願いします。と、シリーズで今アップしてますみんなの銀行の話なんですけど、今までは単に、アプリでダウンロードしますと、1000円がもらえますとか、であと、私もが過去に体験したカスタマーセンターのサービスのサポートが良かったという形のお話をさせていただいたんですけど、今回は、一般的な角度っていうところで銀行としてはどうなのっていうところから、お話ししたいと思ってます。まず、金利のことなんですけど、こちらが一般のメガバンクと言われている三菱 UFJ、三井住友、みずほの、三大銀行と、あとゆうちょ銀行、それぞれの、金利っていうところなんですけど、いくら預けようが金利っていうのがほぼほぼ横ばいっていうような状況で、私も20年以上、30年前ですかね、に、証券会社行った時は、結構その当時は、預けた金額によって、金利っていうのは変わってた状況ではあるんですけど、今はもともとの、肯定具合とか、そういった金利全体が低い状況ですんで、差別化をしたくても、差別化ができないっていうような、いう状況でありますんで、この金利っていうのも、やむを得ないのかなというふうには思ってはおります。で、これを比較してもらって実際の、みんなの銀行はどうなのかというところで言いますと、普通預金に関しましては、本当に、タコより若干、メガバンクとかと比べると若干低い 0.001% っていう状況で、これは普通預金に関しては、一般会員と、で、プレミアム会員に関しましては、月額600円のサービスがかかるんですけど、そこのところの違いが出てくるんですけど、注目していただきたいのはこちらの貯蓄預金ってところになるんですけど、貯蓄預金の、金利に関しましては、一般の、みんなの銀行入っていただいた方に関しましては 0.1% という状況で、さらに、月額、600円のかかる、プレミアム会員という形で入っていただきますと、0.3% をつくというような状況でありますので、金利に関しましては、10倍以上ですか、大手メガバンクよりも、貯蓄預金に関しましてはもうみんなの銀行の方が、優れているという状況でございます。なぜこんなことができるのかっていう形のところを、考察しますと、やはり一番大きいっていうところで言いますと、やっぱり人件費っていう部分になるんじゃないかなと思ってまして、私も証券会社行ったんで、基本的には、オンラインで今やってる、証券会社と、で、一般の証券会社、やっぱり人件費がかかるかからないによって、株式の手数料っていうのが全然違うような状況になっております。これも銀行に当てはめていきますと、一般の銀行に関しましてはもちろん、窓口の、女性の行員がいて、であとは、お金を集めてくる、一般の融資部門の営業の方がいて、それ以外にもいろんなサービスを付随する、方が、行員が、たくさんいる状況で、で、人件費に関しましてもずっと横ばいじゃなくて、緩やかではあるんですけど、少しずつ、給料も上がっていくような形になりますので、どうしても一般の銀行に関しましては人件費っていうところがかなりの、負担増っていうような部分になるんですけど、みんなの銀行に関しましてはほぼそういった行員がいないっていう部分が大きいので、もうアプリで、口座が全部開設できる状況なので、まず人件費がかからないってところで、その
他行ではかかる人件費の部分を、こういう形で、貯蓄預金に関しましては金利の方に上乗せで回すことができるっていうのがやはり、みんなの銀行の、他行と違うサービスができるっていう部分になっております。であと一般の実際銀行として利用する部分で一番大きいところで言いますと、手数料なんですけど、まあ、私も普段普通のメガバンクで私は普段、三菱 UFJ 使ってるんですけど、まあ、三菱 UFJ に関しましては、確か、9時から18時までは、まあ、入金出金に関しましては、手数料かからないんですけど、それ以降に関しましては、確か110円以上は取られてたというふうな記憶をしております。でさらに週末土日に関しましてはもう時間帯関係なくまあ、料金が手数料っていうのがかかるっていうような状況ではあるんですけど、まあ、みんなの銀行に関しましてはまあ、入金に関しましてはまあ無料っていう、まあ、もちろんこれアプリで、まあ、アプリっていう形で今いけるからっていう部分にはなるんですけど、であとまあ実際出金に関しましても、まあ一般の方でしたら、まあ1回110円って形なので、これはもう他行とほぼ同じかなというところにはあるんですけど、まあたくさん利用する方に関しましては、このプレミアム会員、こちらは月額600円払いましたら、月15回までは出金に関しても無料というようなサービスがついてますんで、まあ、まあ、プレミアム会員をメインとして、貯蓄口座を開いて、さらに必要な時には普通預金から出金するというような形をすれば、全然手数料も実はかから、まあ、15回までかからないという状況であります。私、どうしても近くに、三菱 UFJ がなかった時は、まあ、コンビニにありますセブン銀行の ATM から自分の、UFJ の口座からお金引き落とす時があるんですけど、結構これ夜になるとめちゃくちゃ高くて、確か310円1回取られたような記憶をしています。ですので、まあ、そこだけも踏まえても全然、みんなの銀行の方が、まあ、お金を預けていた場合に実際引き出す時も手数料も違うというような形になりますので、まあ、今までは単にまあ、ダウンロードしただけでお金がもらえるというような形のお話しかしなかったんですけど、実際生活に直結するサービスってところを踏まえましても、まあ大手メガバンクよりもまあみんなの銀行は優れてるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、先ほど言いましたようにやっぱり人件費がかからないというところで、それを全部預金者の方にまあ還元できるっていうのがやっぱりアプリで解説できるみんなの銀行の一番のメリットだというふうに思っておりますので、もしまたみんなの銀行を口座を開設されてない方がおられましたら、まあ障害者コードを入力して、アプリをダウンロードしましたら、それだけで、1000円が自分の口座に入ってきますので、まあ、本当に、申し込まないともったいないサービスだというふうに思っていますので、まあサムネイルの方と、あと、概要欄のところにも、まあ、タイトルと、障害者コードの方も貼り付けておきますので、そこから、まあ、コピーするなり、メモするなりで、ダウンロードしてみてください。今回は以上になります。